アスレチック鬼ごっこをやっていきたいと思います。です。今日はねということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども、アスレチック鬼ごっこをやっていきたいと思います。アスレチックはいろいろやってきたんですけど、はい、アスレチック鬼ごっこ、これ初めてですよ、うん、で今回ちょっとね、いい場所見つけちゃったんですよ。ここ北海道なんですけど、はい、アスレチック鬼ごっこでしょっていうような場所見つけたんで、ここで今回は2人で鬼ごっこをやっていきたいと思います。で今回の場所ちょっと見てもらいましょうか。まずこう後ろに立つのが巨大ジャングルジム、ジャングルゾンマ、うわぁ確かそうだね、オッケー。でもちょっとここは鬼ごっこで使っちゃうと危険なんで、うん、今回使わないです。はい、今回のフィールドは後ろ、こちらご覧ください。じゃ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 んと、じゃーんとここになります。これめちゃくちゃいいでしょ。いろんなパルクールみたいな形になってて、下もくぐれるし中もくぐれる、階段もある。今回はここをメインにアスレチック鬼ごっこやっていきます。おー、いいぞ。ルール説明はですね、もう基本的に一人2人しかいないんで、鬼と逃げる方ワンオンワンになるんですよ。なんで2分交代で鬼と逃げる方で、制限時間内にタッチできなかったら逃げる方の勝利、タッチできたら鬼の勝利、これをちょっとやっていきたいと思います。長かったら1分とかにするかもしれないです。じゃあそんなルールでやっていきましょうか。ルール一つ忘れてたんですけど、このアスレチックより外側はアウト、だからこの中で戦う感じ、ここはセーフ、こっちがアウトだ、こっちに出ちゃったらアウト。なるほどね。ここで言うとこう四角があると思って、ここに、ここいいの、ここはここ OK、 あ、ここ OK。 では早速やっていきたいと思います。さあ行くぞ。じゃあまず先行後攻決めますか。先行後攻じゃんけん、あ、間違った、臭い、臭い。先行後攻じゃんけん、ほっ、あいこで、あいこで、何やってて、じゃんけんわかんないぞ、降りましたよ今。最初ちょっと逃げようかな俺。じゃあ僕が鬼で、うん、それでやっていきますか、はい、2分間よし、じゃあ行きますよ。あー、なめ腐っていますわ、そこに。よーい、スタート。まあ制限時間も2分だからね、そんなにないけど、まあ結構あるんですよ。おっと何秒約40秒で捕まえました。お前これなかなかきついぞ。これ逃げる方結構きついかもね。きつい。1回戦目1ゲームは僕の勝ちということで1ポイントゲットです。よーい、スタート。これ絶対俺早いからね。なんと20秒以内です。俺が40秒で、働くが捕まったのが20秒。じゃあちょっと行きますか、うん、2ゲームで1対1ですね今。うん、 OK。 はい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 、じゃあ行きますか。あの人が20秒、5秒で捕まえましょう。行きます、よーい、スタート。
逃げてよ絶対。やばいこれ。ちょっと手こずっちゃったけど2ポイントです。よっしゃ。これ1分にしようか。2分ちょっと長いね。長いな。うん。でここで僕が逃げ切れば心臓やばい。またね、今回も10秒で捕まえますよ。余裕ですよ、もう。ほら、見て、あの変顔。もう一回やれ。うん。今に見てろって感じよ。うん。早速行きますか、もう。行きますよ。よーい、スタート。あの声って行き来してどうしたあれ。完全に失敗。これラストゲームですね。ラスト3本目。今鬼で逃げる方を1本ずつやって終了です。もうラストランですよ。だから1分しかないんで結構頑張って追い詰めなきゃいけないかなと思います。よっしゃ行くか。よーいスタート。1分。変わったぜ。何秒？うわっ！え？残り1秒。うわー！危ねえ！よっしゃー！マジかよ！すごくね？残り1秒ですよ。じゃあということで交代しますか。余裕ぶっこけんのも今のうちさ。よし、じゃあ行くぜ。よーい。スタート。そういう作戦ね。やばい！ちょっと！待て！こっちと見せかけこっちと見せかけこっちだ。苦しいね。待って。ということで第1回アスレチック鬼ごっこ僕の勝利です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんもこれから夏本番になってきてアスレチック行く人も増えると思うんで、はい、ぜひ安全に気をつけつつチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの